弁天島は、静岡県浜松市西区の浜名湖にある島。明王地震により消滅した、浜名湖の陸地弁天島,海浜,弁天島海浜公園弁天島、海浜公園弁天島、海浜公園弁天島、海浜公園より浜名湖の河口の北に位置する。面積約3平方キロメートル、周囲約7キロメートル。浜名湖一帯のリゾート地の一つとして、海水浴、釣り、 潮干狩りなど多くの客が訪れる。また、島内にはホテルもいくつか存在し、弁天島温泉と称している。島の南側の湖面には大きな赤鳥居が立っているが、これは観光シンボルタワーと称されるもの。元々の弁天島は、弁天島、西の島裏、東方島、カラス弁天の4島で、他の部分は昭和初期に埋め立て、造成したものである。なお、 かつては浜名郡舞坂町舞坂の一部だったが2005年7月1日の浜松市への編入時舞坂町弁天島に組み入れられた2007年4月1日浜松市の政令指定都市移行に伴い西区が発足西区舞坂町弁天島となる弁天島の周囲に人が住み始めたのは縄文中期以降とされており現在の村区市 新居及び舞坂弁天島にまたがった村が存在した。また、弁天島固定遺跡からは、弥生時代の土器が確認されている。その後数回の改新、解体が繰り返され、さらに1498年もしくは1510年の地震や暴風雨により、舞坂の西の橋が切れ弁天島となった。当初は狐島、または西野などと呼ばれていたが1708年。 弁天神社が創建された後弁天島と呼ばれるようになった。その後、弁天島は何度となく争いの火種となった。一例として、地籍をめぐって大論争となり、1740年から1863年にかけて少なくとも4回の訴訟が発生している。舞坂塾と新塾が共同で松を植えたこともあったが1863年。 前坂塾と新宿の境が弁天島より西側と定められたことにより弁天島は前坂に属することとなった。江戸時代は弁天島北側に波消し板を立てその間を渡し船が通った。2009年9月1日現在の人口は2982人である。第二次世界大戦中中島飛行機の社宅が置かれ東京、武蔵、多摩の。 白工場から赴任した技術者や労働者が居住した。島内にある弁天神社毎年7月の第1土曜日が海開きとなっており、大太鼓が叩かれる。以前は同日に弁天島海開き花火大会が行われていた。また、弁天神社の祭礼が海開き一週間前に行われる。このほか、舞ちゃん夏祭りや浜名湖花火弁天島。 ゲートウェイフェスティバルも行われている。ABCD 西野とは、西野島の裏の表にあるということ。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。八田と文の図にをもとに作成。縄文文化浜松市博物館館、特別展7階、うし b n 0 2九9 5 0 9 2 1985年7月。 むシド BA4137774X。AB、前坂町市上官、前坂町市編参委員会編、長坂町九1989年9月。むシド b n 0 5 8 5 9 2 7に、弁天島北川に波消し板を建てその間を、し船が通ったが、ここから砂が州となり島になったとされる説。AB、地名が語る。 新居文化財のしおり編集委員会編、新居町教育委員会館、P355、表45弁天堂の名称、前坂町市 P3614 行目、超は座別世帯数人口一覧表浜松市、前坂町市中間、前坂町市編纂委員会編、前坂町館、1996年3月、678ページ、文史 b n 零五八五九二七2 弁天島海開き花火大会舞坂町観光協会ホームページ2014年7月17日閲覧ありがとうございます。